薬局かな。時々お腹痛くなったりするじゃないですか。24時間のデパートだったらいいですね。安いお風呂屋さんなんか欲しいね。24時間暮らしてないからありません。わかんないの、なんだろう。美容院とか。美容院のメッカとも言われている原宿青山、そこに深夜12時まで開いているお店がありました。でもどうせなら一晩中やっててくれればいいのに、なんで12時までなんです？うちは、夜中の2時までやってたことがあるんですよ、昔。やはり街が動いてる時間っていうか、電車が動く時間泣いてないと、やはりお客様の動きっていうのはあまり見込めないということで、それで12時まで、24時までの営業で今はやってるんですけど、はい。24時間空いているところといえば救急病院。都内にある救急病院420。夜中だからって交通事故や急患にちょっと待ってくれというわけにはいかない。こちら川崎市にある病院も24時間診療を受け付けています。ここがあれですか？ここはこちらで診察をした子で、処置が必要な子は中に連れてきて、処置台の上で処置をするというところです。ハイテク医療機器を備えた緊急治療室。内科外科整形外科から脳神経外科放射線科など16の診療科目を24時間体制で対応する総合病院。急患です。すぐ連れてきていただいてですね、処置した方がいい場合は。そうです、うん、TBS ですか？どうしたんですか？なんか血便なんです。あ、血便。あら、これお名前なんとおっしゃるんですか？茂吉です。茂吉。うわ、あら、かわいい。あれ、これ何ですか？袋ももんが。実はここ24時間診療の動物病院なんです。次の急患はリス。麻酔かけて、はい、随分膿がね出てるんで、ちょっと 洗い流してした方がいいと思いますね、はい。犬や猫はもとより、リス、ハムスターなどの小動物の患者も近頃多いそうです。先生どうしたんですか？下の歯を抜いて、で今ちょっと縫ったところをですね、取れちゃって、もう一回緩和しちゃってるんで。夜9時から翌朝8時までは医師と看護婦さんが1名ずつ常駐、徹夜で治療に当たっています。あ、すいません、はい。どうなさったんですか？ちょっと尿の方が詰まっちゃってですね、うん、詰まってるっていうか、血も混じっちゃってて、ちょっとおかしいなと思って。死ぬんじゃないかなと思って、うんうん、人間としてでも風邪ひいて、それがひどくなって、ストレスとか、うん、慌てて飛んできたんですか？ほら。こちらの病院はどういう情報で知ったんですか？電話帳。あ、ここよく通るんで、で見つけてて、もう24時間、診察できるんだと見つけてて、何かあったらじゃあ来ようかな。24時間やってるっていうのは、その24時間外来も受け付けていますけれども、入院している子たちの看護も24時間でするっていう意味で24時間体制なんですね。やはり夜間っていうのは交通事故だとか、急激にその状態が変わる子が多いんですね。でそういう子たちを受け入れてあげるとこがあってもいいんじゃないかということで24時間体制なんですね。ペットだって人間と同じ、急に病気に襲われるんです。深夜0時半、また急病の犬が運ばれてきました。腎臓と心臓がかなり悪く、入退院を繰り返しているそうです。10歳という高齢のため、衰弱も激しいようです。でもね、入院した方が安心ですしね。ね、パパがもう心配でもあれしちゃってるもんですからね、うん、でも完全にね、元気になってからお家に帰った方が、ね、状態が変わりやすいね。パパが心配、パパはもうあれでもどうしようもなくて、うん、ね、うん、
こへ持ってきてね、調子悪くなっちゃう。であのご心配でしたら夜中もお電話いただいて構いませんし、あのお願いします。お見込みたいってことでしたらお電話いただければ、はい、あの面会もできますのでね、来てください。心不全みたいのがあるんですよ。心臓が悪かったんですね。向こうで入院するともう本当に辛いです。そのたび涙が出てきます、ね、あと今日どういうふうなお気持ちで。もう諦めて帰ります。まあ、できればね、病院に置いてみればもう安心していれるので、それで帰る。うん、うん、うん、変われるものなら変わってあげたいと思う親心なのです。かくして緊急入院となったワンちゃん、点滴を受けベッドに横になっても震えは収まりません。空が白み始め、動物病院が朝を迎えます。おはようございます。午前6時半、日勤の医師と看護婦さんが出勤、引き継ぎが行われます。お預かりした時はこう鎮鬱な感じで、あのもっと震えが激しかったんですけれども、点滴を続けて、まあ、院内を散歩なんかさせてるうちに元気になりました。忙しくなかったですけど、そういう日が毎日続けばいいと思います。お疲れ様。ペットの命を預かる24時間。新商売。深夜にですね、困ったトラブルが起こったご経験とかってないですか？ああ、だから水道が止まらなくなったっていう、まあ、深夜やってるから来てもらったんだけど、すっごい高かった。トイレの水が溢れちゃって家で処理はしたんですけど、まあ、大変でした。自販機にお金入れて出てこなかったことはありますね。結局110円ですから、まあ諦めましたけど。トラブルはいつ何時起こるかわからない。そのトラブルによっぴで追われる人がいます。はい、寺木でございます。シャッターの障害でですね、はい、あのシャッターの方が上下しないという状態になってまして、はい、なんとかしないと文庫さんの方が営業できなくなっちゃうんで。あ、そうですよね。はい、かしこまりました。それではですね、少々お待ちいただけますか？はい、夜間発生したトラブルに電話で対応。シャッターの方が閉まらないということでして、何分銀行ということでこちらの緊急で向かっていただきたいんですけれども。どういう状況になってますでしょうか？温度が下がらないんですよ。フライヤーが全く温度が下がらないということで、はい、今納車してもらったんですけれども、はい、東南方警告灯っていうんですかね、はい、あれがずっと点滅したまんまなんですか？これはバッテリー上がったりしないですか？あ、かしこまりました。そちらの方はですね、電池交換されれば、はい、説明書の45ページの方を見ていただくと分かると思うんですが、45ページ、はい、まあこの時間帯ですから各企業さん、なかなか社員の方、まあ、出られてですね、お電話取るというのはなかなか難しいですから、我々が代わりに電話を受けましょうと、まあ、そういったお手伝いをさせていただいてるわけなんですね。住宅関連、厨房機器、自販機、車などなど60社ほどの企業と契約。企業の営業時間が終わった後、お客さんからの緊急電話がここにつながり、マニュアルを見てトラブル処理に応えます。皆さん、ラブの格好しますけども、社員の方なんですか？いや、バイトなんですよ。皆さん3人とも？そうですね。すごい、僕ら今日はもう貧乏な人間ばっかり入った。貧乏な人間ばっかり来たら格好しますけど。あ、そうなんですか。研修期間ってどのぐらいあるの？3ヶ月ぐらいありましたけど。3ヶ月、はい。もう緊急を要する場合もあるでしょ。はい、
それ男だったりすると怒鳴られたりなんかするってことないですか？ありますね。一度電話で取って話を聞きし始めた段階でもなんで怒られてるのか全然わからないんですよ。でもひたすら謝って事情を聞き出さなきゃいけないんで、それが一番辛いですよね。はい、日生ガレージサービスでございます。駐車場にですね、私、はい、利用させてもらってるんですけど、何秒かしたらE の26という指示が出てですね、エラーコード出ますか？ロックというところにランプがつくんですよ。はい、誠に私今夜用事がありましてですね、はい、出たくても出られない状態なんですけど、何とかしていただけませんでしょうか？少々お待ちください、はい、26、停止位置エラー、管理人がいるかどうか、はい、で管理人いたら電源機持ってらったから、はい、電源機持ってきて、どうか一つ至急手配してください。はい、かしこまりました。ちょっと急いでるようなもんですから、申し訳ありません。よろしくお願いします。電話で処理しきれない場合は、その会社の担当者の自宅や携帯に連絡。こちらの緊急で向かっていただきたいんですけれども。まずお電話、はい。駐車場の扉が開かず、車を出せないという苦情がかかった。その現場へ取材班が向かったところ、苦情電話かかった20分後に駐車場のサービスマンが到着。彼らも眠っちゃいられません。どうぞ。よかった、もうやっと目覚めて。で、来てみたら車が出なかったんですか？結局通常の作動しないわけですよ。ここは暗証番号もらってますでしょ、はい、トン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 とすると、ここはもう自動的に相手に全てこう乙女でやってきているのは作動しなくなってたから慌てたわけです。夜間の苦情電話は電話サービス会社に転送される仕組みなんです。でもこういうふうにしてやっぱり来てくれると助かります。もうね、大助かりです。もうここにはもう管理会社が出ないしね、ええ、今から遅くてもどうしても行かないとこなのに困ったなと思って、もう半分諦めてました。あ、これで出ればもう万々歳ですから。はい、ここがすぐね26になってます。はい、これです。私の仕事車なんですから。駐車場故障ってのはどういう感じなの？ですね、はい、管理人さんがおれば、はい、電源入り切りしてもらって解消になるんですよね。ってことはサービスマンがわざわざ来なくても治るような故障だからです。これさ、まあ、うちの方も24時間やってるんで、はい、必ず行かなきゃいけないような形になってますんで、うんうん、ちなみに今日は何回目の出動ですか？今日ですか？今日はここで4回目です。4回目、ええ、ごめんなさい。どうも、失礼します。今から配達ですか？はい。得意先の飲食店で足りなくなった酒を急いで配達しようとした矢先のトラブルだったんです。眠りについている企業に代わって苦情を受ける電話サービス、この世の苦情60件。工藤と申します。工藤様、はい、テレワークでございます。なるほどね、大変です。これは企業に代わって夜の電話を受け付ける専門の会社ですから、はい、ここが成り立ってるってことはね、つまりそこに代行を頼んでる企業そのものが24時間営業やってるのと同じになる。そうですよね。これアイデアですよね。それは確かに便利は便利になってほしいですもん、うん、どんどん、どんなサービスも、うんね、特にもう日本人はもう年々夜行型になってきてると。そうですよね、今ね、平日でもね、日本全国ですよ、深夜0時に3割の人が起きてるんですって、うん、あ、そんな、すごいと思うんだ。東京なんか特にもう眠らない街ですからね。そうすると起きる時間長くなるとサービスの時間もうちょっと長くなって、サービスの時間長くなるとまた起きてる時間長くなるっていう、そうそう、追いかけっこになりますよね。まあいよいよですね、24時間以上はもう伸ばしようがない。まあ打ち止めです。そうですね、はい、その24時間営業の店、まあ徹底した便利さの追求ということになると思いますが、その仕事とお店を今日は追求してみましょう。昼夜を分かたず24時間働く代表といえば自動販売、その数ざっと540万台、普及率は世界一であります。東京駅八重洲口から歩いて3分、ここに出張族にとって都合のいい自動販売機が置かれています。新幹線の特急券のディスカウントチケットを売っている自販機、いくらかでも安い切符を手に入れ出張費を犯したいサラリーマンの切ない懐感情。急に出張を命じられた人、
朝早く旅立たなければならない人にとってありがたい存在なのであります。